はい、どうもボビーアトレザーのボビーです。えー、今日も大阪のアトリエから、えー、ボビーアトレザーのアトリエから、うんえー、午後にねお届けしております。今日は10月の5日の月曜日ですね34回目の放送となります。それではオープニングムービーをどうぞ。 はいどうも改めましてボビーはトレジャーのボビーです。えー、今日ですね、えー、まあ,あもう大阪はです今日の大阪はあちょっとあの曇り空でまああのー、程よいあまあ感じ、えー、感じですね。まああのアトリエでいるので、えー、ずっとエアコンもつけっぱなしですけど <laughs> ねよいしょ。えー、まああのー。 ボビーアトレザーのね。このアトリエにもですねえー。様々な。出会いがあったりしますね。いろんな方が本当に、えー、北海道から沖縄まで日本のね。全国からのね。あのこのボビーアトレザーを見つけてくれてですね、えー、あと、このね。あの下新庄の、えー、アトリエまで。えー 足を運んでくれてるとかね、えー、いろんなあ思い出が詰まってます。そんな中ですね、えー、なんかこうね、ボビー・アトレザーのあり方というかあ、そういうことのね、おなんかお,お思う思いを起こされるというかあ、そういうエピソードとかね、えー、まあ、ね、いろいろあるんですけども、おその中でね、えー、ちょっと最近というか、あふっと印象に残ったあことがあったので。 ちょっとお話しさせていただきたいと思いますえっ、ー、とですねあのー、最初はまメールであのー、ねお,あのこう問お問い合わせかな、うん、来たんですけど LINE やったかメールやったかあぶん、ね、LINE やったかな、まあ、その辺をまあ絵として <laughs> LINE ページとかもありますんでね LINE からでも全然、あのー、ウェルカムですんで。 ぜひあのホームページの方からあのクリックしていただければ登録ねできますんでえー、っとあのギターストラップっていうか、まあ、まあ厳密には、まあ、ベースのストラップ、まあ、ベースのストラップをですね、えー、ってあの作れますか作っていただけますかということでですね、えー、それでまあ,あのお問い合わせをいただいたんですけどもまあ,あのもちろんあの、まあ、ご予算にあったね タイプもありますし、えー、まあ僕としてはもうその、あのー、どちらかというともう、えー、割とデコラティブなあの個,性個性の振り幅の強いねものをね、えー、どうしてもつね、あのー、多いので作ってるのでまあ大体こうあのー、これまで作ったやつはこあのタイプのねストラップはこんな感じですまあまあ,あしてる方でやったら、まあ、例えばあね えー、レッドウォーリアーズのね小暮武彦さんねとかのモデルとかも作らせてもらったりとかいろいろさせてもらってますということでブログの URL をね飛ばしてでまああの,の、ねで,まああのー、でもその方が、まあ、大阪にねお住まいの方やったんでで、あのーまあ、日,日程決めてねでまあここに打ち合わせに、えー、来ていただいたんですけどねご家族でね えい,ただいて、まあ、女性の方やったんですけどもねあのあのやり取りしていた方はねでまああの旦那さんとお子様とでですねあのなんでこうストラップかって言ったらですね、えーまあ、今年、えーまあ、去年の話がそのね今年、えー、お子様がですね、えー 成人式を迎えるということで,で,す、ね、でまあひたむきにですね音楽のねをあのバンド活動をね続けてらしてですねでサプライズっていうか内緒で、えー、お祝いに、えー、ストラップを、ね、楽,楽器に合わせたストラップをおプレゼントしたいということですね。でまあ、ボビー・ートレザーに えー、問い合わせをねいただくまでにですね随分、えー、い,いろんなところを探されてそうです、あのー、楽器屋さんも,もちろん楽器屋さんねいろんないろ行くでしょ楽器屋さんで、えー、こうストラップを見てもあのなんかこう決め手が書けるんでしょうね。あ、まあ、まあのまま ね、機能的なものもあるしデザイン的なものもありますし大体、えーか,ま、いいかも不可もなくいう感じもあるじゃないですかだからそれが悪いわけでもなくて、えー、どっちかというと主役はプレイヤーですから、うん、でそれをねやっぱこうの魅力を押し上げるためにこう僕らみたいなあのおオリジナルの、ね、ものを作りをする、ね、アーティストがいるわけですからね。うん でちょっと待って、あのこれ、ライブ待機中になってるけど、大丈夫かな流れてるのかなこれあの、クラシック版に戻したんですけどね。えー、ちょっと待ってね。えー、っと、今、ボビー・アートレザーのページで、えーがね、このスマホがもう見れるようになったんで。 えどういう状態になってるんかあれなんですけどもねあの見え全くわからない状況なんですけどもまあそのまま続けますね放送をねであのー、でまあちょっと決め手にかけることとでまあそうやレザーのその方がね、あのー、レザーを扱ってるようなお店ってあるじゃないですかあの革小物とかね えー、そこでですね、えー、いろいろ訪ねなんか、まあ、ショッピングとか行かれた際にね、えー、ちょっと立ち寄ったりされたそうですわけどまあそれをでもどうしてもギターのストラップっていうか、まあ、そういうのはあ扱ってませんというかもありますしあの作,作れませんということですねずっといろんなところでこう行くたびに、えー、断れられ続けたそうですね。 でたまたまその、えー、南の方のねとこのまあ川なんかネットでそいろいろこうあの探されてそうなんですけどおやっぱこうレーザーを売ってるとこってあるじゃないですかそのか川屋さんですよね。でたまたまその、うん、いかにそうなんですけどねまあもちろんあのネットで調べてもおそういう資材とかレーザー資材とか。<laughs> あの福祉剤というかそういうのをね、えー、持ってはる方はあうっあじゃあ売ってる販売ねしてるところがあるんですけどもでまあ,あのちょっとまあ,あ仕方ないなと思ってた矢先にですねそのとあるショップに立ち寄った時に南のたまたまあボ,ボビー・アトレザーのですね、えー、はがきをねまあ,あのまあ チラシ代わりにちょっとぎょうさん釣ったんであのちょっと置いてもらってとか言ってあの置いてもらってたんがあるんですよでまああのー、お見せしましょうかちょっと待ってねあのどんなあは,はがきかね DM かねちょっと待ってよ <laughs> えっとタイプはね違うんですけど よいしょ生放送であの今、あのー、なんていうんですか、Facebook のこの画面がですね、なんかライブ待機中になってるから、あーどこれ、ほんまに流れてるかどうか、ね、あれですけど、そのまま突っ走っていきますね。で、こういう感じでですね、えーまあ、これ、いろんなタイプの作ってるんですけど、えー、なんていうんですかね。 えーまあ、だいたいお客様にね僕はあのー、手書きで、えー、こ,これにですねメッセージをいつも入れながらあ、あのー、商品を送ってるんですけどあのー、なんていうんですかね、えーまあこ,まあ、このデザインじゃない時やと思うんですけど、まあまあ、基本的にはあのこういうギターをですね革ジャンを俺、ね、作品を <laughs> その時その時に作った作品をですね <来>てて <laughs> で、えーね、写真撮ってで、まあ、それをあのデザイン、まあ、まあデ,データ作ってね、まあ、もうカメラもこの GR でね撮ってるんですけどいつも。で、まあ、DM をずっと作って、まあうん、DM っていかはがきですよね、うんまあ、やっぱこうお自分でも,もらっても飾りたくなるようなね。あの <laughs> もの作品としてこれもやっぱり作品ですよ僕の中では、うん、でそれをですね、えー、見つけてその,あの置いてもらっているところにねでこれやと思ってくれたらしいですわあこ,のこの人やったらなんかやってくれるそういうね、えー、ほとほとこう探し回ったそうなんでね、えー、作ってくれるんじゃないかということでですね、えー、わらをもすがる思もやったそうですあとで聞いてね もうね、そ,そんな思いまでしてたど、えー、り着いてくれていや本当にもう僕も,もうそういう,う,もう感動しましたよ本当その話聞いた時にもう何て言うのかな、えー、実力とかそういうの,あの,あの以上のことを逆にお返ししたくなったような感じですよね。うんで えー、サプライズ、ね、こう作ってるということもお子様にあの下のねお子様にも内緒にして「あのお兄ちゃんにんでって「内緒で」って言ってでまあ、あのー、それでまあねやっぱりそういう人生のね節目じゃないですか二十歳って、ね、一なんかこういう、ね、の一生に一回しかないことなんでそ,のそこに、えーね、あの間接的にも立ち会えたという,うことがですね えー、すごく感動でしたしなんていうのねボビー・アトレザーってこ,このね作業作業中こういう仕事を始めたのね思いっていうのはあやっぱりこうなんていうのな夢を奏でる楽器のような存在でありたいなと思ってですねでまあそれでギターピックとかをよくあのモチーフにしてるんですけどでなんかこうすごく 喜んでくれ、ね、まだあのこうのできましたよとこうまたねあのスマホであのあのスマホで打つのは非常に慣れないんですけどい、ね、まだに、えー、スマホはほ,ほぼほぼあの今もこうやってね見てても全然自分が今配信されるかどうかも分かってないような感じだからねあ先ほどこっちも待ってねいけるかな見れるかなスマホから見れるが 見れてたらなと思うんですけどなんかもうぐる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 してもう全然 <laughs> もう,もう、あのー、そろそろ変えたいな思いながら流れてますよね多分ね、うん、このおおパソコンの画面があの、えー、接続中接続ライブ動画に接続中ってなってるだけですよねうんねう 思ったのがですねやっぱりこうなんていうんだろうなひたむきにねこう何が打ち込んでる人とかのとかねそういう方に、えー、なんかこう押し上げるようなね気持ちというか、えー、ちょっと待ってねなんかこう画面も固まったねいけるかなも戻ってほしいねうん。 もう回よいしょ。ええーまあ、画面がもうなんか急にもうラジオみたいになってしまいましたけど、申し訳ないです。ねえー、そんな感じで、ですね、えーえー、っとえこれもあの非常に、えー、相性がですねあ戻ってきましたね。 うんね、多分流れてることをねもう今日はええ話しようやけどね僕なりに <laughs> で。でなんかあのー、なんかこう自分がまあこのレザーを通してね僕思ってることがあってやっぱこうレザーを。 確かに革ジャンを作ったり帽子を作ったりギターのストラップを作ったりそういうブランドです。ただですね僕はもうそれを作って出る気持ちじゃないんですね、うん、もう極論といえば。それを通じてなんかこう誰かの人生の中でね携わる人が笑顔になってくれたりとか幸せな人生をね 毎日を過ごしてくれたりとか、ああその周りの方もハッピーになってくれたりとか、あそういうことがね自分の仕事を通じてあのできればなと、それをね、えー、いつも思ってます。まあ始めた時からそうです。うん。やっぱそれがあボビーアトレザーのあり方なんやろうなと思ったり、やっぱこうおなんてやろねさっきの話じゃないですけど、ずっとおいろんなとこをね探し回って ね、あの断られ続けて、えー、もう駄目もとで多分ねくれたと思うんですよ。でやっぱ言うてましたよあの別に僕があのどんなあ仕事っていうかやってるの特に知ることもなくただこの一枚のねこのハガキを見て直感的に。 LINE、ま、もねこう読,み読み込めるからね一応ここにこう,こうあるからねピ、うん、ッてやったらねそれですぐ連絡くれたやったと思いますなんかねほんでやっぱこうその,その後もですね LINE の,のやり取りをさせていただいてあのー、なんていうのな無事ね、えーしまあ、食事会の時に家族でね お祝いの時にうんでその息子さんからもですねえ後日ですねその,その方がまあインスタをされててですねえインスタでね和フのストラップをねつけてプレイしているようなことをですね載っけてくれてすごくあの心があったまりましたねうんなんかこう自分が 生きててこういう仕事をやってて誰かの幸せのねに立ち会えたことが非常に刺さりましたねうんあったかい気持ちになりましたねあのまあ今年はねやっぱりなかなかそういうライブとかがねあの,その生でのステねライブステージっていうのが非常に貴重な時代になりましたけどねすることとか見ることがね、う。ん だけどこれからもですね夢に向かってですね明日へに向かって、えー、あの前向きにね、えー、人生を歩んでいただければなと思いますまあそんな感じでですね今日はそういうちょっとねエピソードもうささやかなエピソードのお話でしたそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあね